どうもレンです。今回はですね、ドジャース激震、大谷の水原一平通訳解雇、賭博で借金、少なくとも 6.8 億円の送金か、違法と知らなかったと。ドジャースの大谷翔平の通訳を務める水原39歳が巨額の窃盗の疑いで20日に球団から解雇されたと。でこれみんな嘘かなって思ってるんですけど、ガチです。まあ、有名なねスポーツ雑誌とかが、あと有名なテレビ局 ESPN がもう報道してるので、まあ、大谷さんはね最近いろんなニュースがあって大変ですね。で ESPN の、まあ、有名な報道局、アメリカの、そこの情報によると、水原氏は連邦政府の調査を受けている南カリフォルニアのブックメーカースポーツベッティングの取扱業者にギャンブルで借金を作った。大谷の銀行口座から少なくとも日本円で6億8000万円が送金されたことが発端だという。でやばいのが、大谷の弁護士も動いていて、大谷の弁護士が所属する法律事務所は、我々は大谷翔平が大規模な窃盗の被害者であることを分かり、我々はこの問題を当局に引き渡していると声明を出した。まあもうなんとか身内で収めようとかじゃなくて、弁護士がなんていうんだろう、動いて、あいつは窃盗したんだと、犯罪者なんだと。つまりどういうことかっていうと、まあ逮捕まで行かせるような感じの動きですよね、弁護士が動くってことは。まあお金の問題はね危ないんでね。 ESPN によれば、大谷の銀行口座からボイヤー氏の関係者に複数回送金していることを確認、少なくとも昨年9月と10月の2度。ってことは、1回に6億8000万の被害を作ったわけじゃなくて、もう常習的にというか、何回もやっているということですかね。9月と10月2度、約7600万ずつ大谷の口座名で同氏に送金されているという。水原氏は19日に大谷の所属事務所の広報担当者が手配した ESPN のインタビューに応じ、明らかに大谷は本件に満足しておらず、二度とこのようなことをしないように私を助ける、借金を補填すると言った。さらに翔平が賭博に全く関与してなかったということをみんなに知ってもらいたい。私がこれが違法であることを、あるとは知らなかったということを知ってほしい。私は苦労して教訓を学んだ。スポーツ賭博は二度とやらないと。ってことはどういうことかっていうと、まあ大谷は分かっていたんですね、多分。分かっていたんだけど見逃してたんじゃないかな。で、大谷は水原を助けたいと。借金を、まあ、代わりに返済するというか、いうような感じで言っていたと。まあ大谷は水原のね、給料が大谷翔平の 1% ぐらいでしたっけ2% か忘れましたけど、まあそのぐらいしか給料がいかないことを嘆いていたんで、もっと彼に渡したいって言ってたんで、まあ かなりの情があるみたいですね。で、水原氏は遊びのつもりでやってたんだけど、それが違法賭博だとは知らなかったと。二度とやらないと言ってますね。またなぜ大谷がボイヤー氏側に直接支払うのではなく、大谷氏に、水原氏に資金を渡さなかったのかと尋ねられた水原氏は、翔平はお金に関して私を信用していないと説明。翔平は私にギャンブルでお金をなくしてほしくなかったと続けたという。しかし水原氏はその後、翔平は私の借金のことは知らず送金もしていないと当初の説明を撤回し、大谷名義の送金は誰が行ったのか不明瞭な点が残っていると。スポーツ賭博は米国内の各40州で合法だが、カリフォルニア州では違法。まあ、こういうのがあるんですよね。タイマーもどっかは合法だけどどっかは違法みたいな。で、水原は91年からロサンゼルスに移住して、大学卒業後岡島の通訳を得て、13から17まで日本ハムの通訳担当、18年から大谷の通訳としてエンゼルスに所属し、今期も大谷と共にと。ってことは13年からの付き合いってことですか。10年の付き合いってことですか、大谷と。まあそれの裏切りってのはまあきついっすよね。で、窃盗罪っていうのは10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するということで、まあ、窃盗罪って基本10万から30万ぐらいなんですよ。だからだいたい罰金刑で終わったりするんだけど、あと示談とかで。でも今回額が額ですから、もう6億円以上なんで、もし逮捕された場合はまあ10年近くの懲役がつく可能性はあります。まあ、ただそれがね違法になるとは知らなかったっていう点もあるので、まあそこは考慮されるとは思うんですけど、あとまあ被害者との示談というか、まあ交渉ですね。ただまあ警察が動くのが厄介だと思うんで、大谷の弁護士が動いたということだと思いますね。警察が動くと大谷まで迷惑がかかる可能性があるんで、まあそれは一番避けたいと。大谷がね逮捕される可能性も少なからずあるんで、それは避けたいということで、それをなくすために大谷の弁護士が、まあ、告訴したんかな、どうかわからんけど、水原氏を、まあ、犯罪者だよっていうことを広めると
いうことで大谷に迷惑がかからないというような感じですかね。はい、ということでね、大谷翔平の通訳水原さんが逮捕される可能性がかなり出てきましたということでした。またこの情報はね、細かく教えていくので、よかったらチャンネル登録グッドボタンをお願いいたします。それではまたお会いしましょう。 See you next time.